ちょっと、まあ、失敗してちょっとパニックになりかけたところはあったけど、あとはまあミスはまあ結構そこそこあったけど、まあミスはいい、まあしょうがないとして、うん、まあ昨日一昨日よりいい方かなと思ってます。ボイリンが意図せずに弾んでしまうそこをちょっと意識してならないようにしたんですけど、ちょっと治ったかなって感じがします、うん。まあ、特に後半のあたり、後半のあたりはいつもよりはいい感じかなと思いました。高いところの音をポジション移動した後の音をハイポジションの音程がきちっとピタッと出にくいというところがあります。何度か音を出した後に音を調整して修正したというところがあったりしました。